皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが1月15日に配信した2024年世界予言の Q&A の4回目をご紹介します。2024年世界予言の Q&A。 私の後ろに飾ってある愛犬メリー・ジェーンの肖像画ですが、これはデビー T さんからいただいたものでとても大切にしています。数秘術を信じるかどうかという質問がありますが、もちろんそうですとお答えします。数秘術は占星術にも通じるため、数を学ばないことには占星術もわかりません。数秘術はとても利用価値があり、自分の命数がわかればこれから何が起こるのか予測できます。自分のタイムラインを予測したり顧客の人生がどうなるかもわかるのです。ですがこれはとても単純であり学ぶ価値はあります。本物のバイデンは生きているかどうかというお話ですが、ヒラリーも含め闇側の人たちはすでに死んでいるかグアンタナモにいるなどという人がいます。これこそ陰謀論であり真実ではありません。彼らはみんなまだ生きています。私は彼らが単に排除されるのではなく、逮捕されて法の裁きを受けるべきだと思います。ただ単に排除するのは簡単すぎます。またホワイトハットが戦ってくれているという人もいますが、それも事実ではなく闇側の相当もしてはいません。ホワイトハットが闇側を収容所に入れて処刑するなんてことはできません。どれだけ大衆が怒りを覚えたとしてもそれだけで闇側を排除できるわけではありません。そして何よりも大衆は闇側が収監されるのを見届けなければならないと思います。私の最愛の犬について尋ねられていますが、彼女が旅立つ前に多くの前兆を残してくれました。私が車を降りた直後に彼女は他界しました。車に乗った時に天国への階段を流しました。常に誰かが旅立つ前に前兆があるというわけではありませんが、そのようなものを求めてしまう人もいます。ですが旅立った霊は必ず皆様の周りにいて、その悲しみの度合いに応じてその場にいる時間の長さが決まります。例えば子供を失えば悲しみはとても長く続き、何年も打ちひしがれることになるでしょう。もし私たちがこの世を去ったならば、まず第一に自分の人生を走馬灯のように見るでしょう。死ぬ寸前にそのような光景を見るという人もいますが、それは正しくなく、実際はこの世を去った後に見ることになるのです。あの世でガイドが案内をしてくれて自分の人生を見せられます。もう少しこの過程を詳しくお伝えすれば、もし愛する人が自分の死を悲しんでくれたなら光の向こうに行くかどうかを選択できます。光の向こうへ行くのか、それとも浮遊霊になってしまうのかについてですが、何かしらの事情で光の方へ行けない霊もいるのです。その光への入り口は一定時間空いていますが、そこで光の側へ進まなければ浮遊霊になってしまいます。そのドアが開いている時に誰かに案内してもらえればそこを通り抜けることができるのです。ですので本当に光の側に行きたいと思った時に誰かがそこへ案内してくれます。そこへ入ることに抵抗するのは殺人のように悲劇的な死を迎えた人や、誰かをこの世に残したまま旅立たなければならなかった場合です。それには様々な理由がありますが、私は多くの魂の橋渡しをする栄誉に授かりました。少なくとも3つの魂をペンシルベニアのフィラデルフィアにある刑務所で橋渡ししました。それは当時のテレビ番組であったミステリアスジャーニーの収録でのお話です。もう2007年か2008年のお話で相当前の出来事ですが YouTube で見ることができます。そして無事に光を超えることができれば自分の人生を見ることが叶うのです。そこで自分のやってきたすべての悪い行いが他人の人生の足跡に与えた結果までも見ることになり、誰かの過去に影響を与えたならばそれも見なければなりません。
またそれだけではなく善良によって他人の人生に良い影響を与えた場合もそれを見ることになります。それからどのバスに乗れるのかが明らかになり、その後の人生が決まるのです。これ以上深くは言いませんが、過去30年以上このような世界に携わり、天国の門も何度も見てきました。毎回私は中には入れてもらえませんが、いつも私はまだそこに入りたくはありませんと答えています。以前は祝福の虹の橋を見たこともあり、普通の人が知らないあの世の真実についても理解しています。スピリットもこのことにはあまり多くを語りませんが、皆様もまだ知らなくてもいいのだと思います。死後の世界についての質問は答えられる場合もあればそうではないこともあります。これから停電が起きてしまうのでしょうかという質問がありますが、ある人たちはそのような目に遭うでしょう。これから大規模なサイバー攻撃があり、銀行システムに今までにないような攻撃が加えられると思います。上流階級は銀行を消し去りたいと思っており、人々が破産するのを見たいのです。ベーシックインカムを導入して人々を政府に頼らなければならない状態にし、たった一月2000ドルしか与えません。私たちは一致団結してそのような動きにノーと言わなければなりません。また政府が国民から財産を奪おうとする時もノーと言いましょう。そのようなことをさせてはなりません。たった2000ドルで何ができるというのでしょうか。家賃すら払えないと思います。人々は餓死するでしょうし、電灯も暖房もエアコンも使えません。それが闇側の計画なのです。なんと病んだ人たちでしょうか。私たちは光を抱き、そのようなことを起こさせないよう祈りましょう。ですが人々を覚醒させるために、眠っている人を起こすために悪い出来事は起きてしまいます。まだ半分以上の人たちが覚醒していないので彼らを起こさなければなりません。残念なことにそれは破壊的な事態を招くでしょう。18年前に予言を始めた時もスピリットは同じことを言っていましたが、ハルマゲドンだ、この世の終わりだと泣き叫びながら逃げ回る人たちがいる一方で、とても心地よい日々を過ごしている人もいます。皆様はどちらの側につきたいでしょうか。どうか破滅的な方へ心を傾けないでください。それも人々を覚醒させる出来事なのですが、20年以上も前にスピリットは人々が強制的に純粋な愛で団結しなければならない事態に陥ると言っていました。そして新地球を作るべくこの星を再建するのです。そのことについてはもう30年も前から分かっていました。2010年に臨死体験をした人からコメントをいただきましたが、その人は今超能力者になっているのでしょうか。答えはイエスです。誰でも超能力者になる素質を持っているのです。多くの人が臨死体験をすると直感がとても鋭くなると言っています。私の兄弟もこの世を去って天国へと旅立ちました。それはとても壮大なストーリーなのですが、とても素晴らしいお話です。イエスの乗り物と言われる白いバスに乗っていて、それは荘厳な光景でした。人は死を意識すると直感が鋭くなり、異次元にいる存在や亡くなった人とも交流できるようになれるのです。それは以前噂になったマイアミで異次元への扉が開いたという話を思い出します。もちろんこれは全くの嘘だったのですが、これはまた子供がスイッチを入れると様々な話をする箱のことを思い出します。一体あれは何だったのでしょうか。以前配信したホピ族の予言に関する動画で2029年4月13日に惑星アポフィスが地球に接近することについてお伝えしました。これは最も警戒しなければならないお話ですが、ほとんどの人は関心がありません。マイアミで起きた宇宙人の事件はホピ族の予言を思い出すもので、それは異次元への扉が開き、暗いものが入ってきて地球を奪いに来るという内容です。また人間は人口の都市の中でゾンビのように振る舞うとも予言されています。これは現在のフェンタニルによる害を言い当てていると思います。
これらのことから異次元への扉から入ってくるのは宇宙人ではなく悪魔だということがわかります。ここで人々はある勘違いをしているのがわかり、宇宙人だと思っていた存在は実は堕天使だったということです。多くの預言が異次元への扉が開いて悪魔がやってくることについて触れています。マイアミやラスベガスで目撃されたのは宇宙人かもしれませんが、それは必ずしも外部宇宙にいる存在ではなく悪魔なのです。その中には実際に宇宙から来るものもいると思いますが、実態は全く違います。また空に見えている UFO もそのほとんどは地球で作られたものであり、人身売買などに利用されているのです。これこそ悪魔と人間との合作であり、宇宙人の話とは違います。堕天使も天使ですので様々に形を変えます。聖書ではサタンは詐欺師だと書かれています。このように世界中の人たちが何かしらの形で騙されているのです。また聖書では干上がったユーフラテス川に悪魔が降りてくると言っており、それに関連する動画も2年前に配信しました。だからこそ皆様はもっと自分のことを考え瞑想して祈り自分を守らなければなりません。そして心配しなくてもよく、不安な心理はそのようなものを引き寄せてしまいます。例えば幽霊は人々が怖がっている時に出てきますし、また不安な時に狂った行動に出る衝動が強まるのです。だからこそ闇側は暗いエネルギーを放出しています。いかがでしょうか。今年は陰謀論だと言われてきたことがいろいろと具現化してきそうですね。目覚める人が増えることを願っています。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。